さあやっていきましょう、西山フィッシングクラブジギング編ということで、今日はですね、2020年初釣りですね。今週も天気がね、荒れに荒れて、ここ3日間船出てないのでね、もうほとんど真っさらな状態の海になると思うんですけども、果たしてその状況下で釣れるのかどうかということで、今日もね、少し風は強いです。なんとかね、1匹でかいブリを釣りたいですね。サワラはね、散々去年釣ってたんで、ブリをね、今日は狙っていきたいと思います。それかヒラメでもいいですね。ヒラメか大きいマダイか、早速やっていきましょう。下の方が波はマシなんかな、わからんけど、100メートルラインで今日は吹いておる。多分釣れるって、釣れる。深いとこですか。うん、釣れる。ああ、潮もいいし釣れる。よっしゃ、輪っか来たボトムベタ底で食いましたね。よっしょ、今日はすごい当たり日みたいですね。みんな周り釣れてるんで、僕もようやく一匹で食ってます。食いました、やっと。2回ゲロった末に、なんだ、あ、タイだ、タイだった、でかい、しかもあざっす、ありがとうございます。おお、いいタイだ。大釣れ、みんな釣れてますね。今日2020年初フィッシュ、マダイっすね。ありがとうございます。2020年めでたい、本当に目が出てるタイですわ。ヒットジグはこちら Z4 の 150g、 ありがとうございます。よいしょー、ありがとうございます、ありがとうございます。おおおおお、取れた、お、取れた、はい、かい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 、あかか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 か、はい、サワラかサゴシかのサゴシサイズ、まあ、ギリサゴシサイズですね。これで2行締め、ありがとうございます。あんまり大きくないぞ。みんな食ってる、この列すごい。あー、急に
に重くなった。え、無理だこれ。急に重くなった。無理だなこれは。やべえ、重い重い。マジ、おおおお、あ、マジこれ出てく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 、仕上げるぞ、上がってこい。これは借り物ですけど、借り物のタックルで当たっちゃいました。臭いですね。はい、もう二人で協力して上げましょう、上げましょう。重い重い、これ二人でこんだけ重いって相当だよこれ。全然上がってこん。重い、あれ別の魚？別の魚、別か。そうそうそう、一緒だと思ったら。そういうことか。でかいのが2匹かかってるんだ。あ、リーダーっすね。うわー、船見てまた暴れた。お、でかい、シルエット的にでかい。いや、突っ込むなよ。やばい、行くな。でかい、うん、こっち来い、ブリ。よいしょー、ありがとうございます、ありがとうございます。よっしゃー、パンパンのブリ。あちらの隣の方もブリですね。違うブリだった。いや、でかい、でかい。パンパンこれ。嬉しい。はい、帰ってきました。ということでね、本日の釣果がこちら、オープンザフーター。これですね、サワラとタイと、これビリでかい、サワラの倍の太さ、3倍ぐらいあるかな、長さがね。クーラーパンパンです。クーラー80センチだからちょうど80センチですね。今回の動画はね、とりあえずこのサワラだけ、料理して、ブリとタイはね次の動画で、やりたいと思います。それじゃあね、サワラをさばいていきましょう。はい、ということで、こちらの缶サワラで野菜あんかけを作っていきたいと思います。去年かなりお世話になったこのサワラ、今年も初釣りで釣れてくれました。果たして油はあるのかな。あ、胃袋パンパンに来た。見てください、これイワシですね。結構太めのイワシが、よいしょ。あ、もう頭溶けてますけど、マイワシだね。マイワシを食べてました。まさにマッチザベイトですね。うわー、うんちブリブリ、お腹割ります。うん、お腹も意外とあんまりないかなと思ったら意外と分厚いですね。卵も持ってないんで。伊勢湾はね、秋のサワラが一番美味しいんですけども、果たして冬のサワラはどうなんでしょう今年は。うー、はい、洗っていきます。お腹の中ね、綺麗に洗いましたら3枚におろしていきます。はい、いきます、オープンザサワラー。おお、割といい、割といいよこれ、油ありです。はい、じゃあ反対側もね、おろしていきます。魚おじさんはサワラの反対側が苦手って言ってましたね。確かに難しい。骨を折っちゃうっていうかね、サワラって骨柔らかいんで、おろしてる時に下に入っちゃうんだよね。
サワラみたいな魚は本当は薄葉の方がやっぱりいいですね、これデバよりも。はい、いきます。オープンザサワラ。いいですね、腹油ありです。かなり身質も綺麗、これは期待できますね。はい、じゃあ次はね、ここ腹骨を取っていきます。慎重に薄く取っていきます。うん、まあまあ油ありですね。やっぱり今年は本当にサワラ当たり年だったんだね。はい、じゃあもう片方の身も削いでいきます。腹はね、なるべく残す感じで。本当は薄刃の包丁だとやりやすいんだけどね、出刃でこんな細かい作業ねやりにくいから。はい、こんな感じ。こっちもね綺麗に透けました。したら次はね、切り身に切っていきます。うん、新鮮プリプリ。はい、サワラのね切り身が切り終わりました。うん、そうですね、じゃあ今日は 1,2,3,4 と4切れ使って野菜あんかけしていきたいと思います。あとはね、サワラ冷凍効きますんで、冷凍保存と友達にも配りたいと思います。多分ね、タイとかブリとかもあるから、多分友達取りに来るんであげたいと思います。はい、それじゃあね、サワラの野菜あんかけ作っていきたいと思います。じゃあまずはサワラをね焼いていきましょう。下味つけましょう。そうっと両面ね。そうはい、下味がついたらね、片栗粉をまぶしていく。ポンポンポンと。片栗粉はね、たくさんもらったんでふんだんに使いましょう。片栗がつけれたらサワラを焼いていきます。フライパンにオリーブオイル、そしたらここにね、サワラを乗せていく。4つギリだな。サワラを焼いてる間にお野菜を焼いていきます。まず人参からですね。次にピーマン、はい、最後に玉ねぎ。はい、野菜が炒まってきたらお水で、ウェイパー入れてちょっと中華風にしていきましょうかね。ここに醤油を一回しで、水溶き片栗、はい、こんな感じでとろみが出てきたらあんは完成。サワラの方も焼き上がったかな、うん、だいぶいい感じですね。はい、盛り付けたサワラに先ほど作った熱々の野菜あんかけをかけていく。はい、完成しました。釣りたて缶サワラのお野菜たっぷりあんかけです。さあ食べていきましょう。いただきます。まずサワラだけでいただきましょうかね。いただきます。うまっ、うまい。これお野菜と一緒に食べてみましょう。あ、うまっ、これはうまいわ。何にせよサワラがうまい。はい、じゃああとはね、ゆっくりと食べていきますので、今回もご視聴ありがとうございました。次回、交互期待、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。